軽く撮っていいですか。こんにちは、あの、ニーハオ。今日はあの僕の一番のおすすめのヤーローファンに、ヤーローファンってこの鴨肉飯ね、ぜひみんなで食べます。あー、スープまでくれた。うわ、おいしい。シェシェシェラーファンニャー。シェシェ。なんかね、あんま来すぎたからちょっと VIP になっちゃって。覚えられてる。中山が連れてきたらお寿司あげようみたいな感じでいっぱいくれるから申し訳ないけど。なんか、あ、シェ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 。ここら辺に置いとこう。そうそうそう。iPhone が綺麗になったって言うけど、そういう風に取りやすいかも。おいしい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 。日本人の好きな味で。確かに。来ましたか、ゼンダーズイハオツーだよね。他のところで食べてもこんな美味しくないもんね。ラーパニャ、最初ゼンダーズイハオツーだろうし。はい、メイオツー。本当その通りです。3人とか俺いらない。没有来过吗？没有。没有。他们也是。那个没有。旁边的吗？没有没有没有，都没有都没有。是哦。他们都是刚刚来到的那个交换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 生。交换学生。上次的好像是。哦对对对。上次的学妹。啊对。多分なほちゃんのことかな。なほちゃんともよく来てるから。あの子じゃないんだ。YouTube でもよく食事バッグあげてるから。あ、そうなんですか。それ参考にしながら。結構そうそう。え、知りたいです。あ、ぜひあの調べたら、中山茂樹で。特に盛大の周辺は多分俺が一番詳しくなってると思う。盛大の周辺を YouTube で見てる。結構ね。やっぱ住んでるからこの近くになっちゃうけど、でも自転車があるから。自分の自転車買ったから自分の自転車でくるくる回ってて。あのなんか盛大の量の話、量でも暮らしみたいな上げてた。あ、なんか俺ですか？それ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 。すごい。見たことあります。もう 2.3 万人って。割といく。チャンネル登録しますね。そう。え、やばい。1000人ぐらいだと思ったでしょ。え、思いました。自分のなんか、なんだろう。ちょっとブログぐらい。意外といるって。楽しんでんだろうなと思ったら、すごい人だった。YouTuber って意外と言えそうな。え、YouTuber ですよ、これは。ね。見ますね。ぜひぜひ。そうだから盛大来る学生に言われたの、あ、なんか見たことある気がしますって言われて、すごい。そうだった。なんか調べて調べて前調べて。ありがとうございます。最初1年間台湾大学に語学留学で行って、あ、そうなんですか。そこから受けて政治大の専門の政治学部に行って、そういう経緯があるから結構もう台湾は4年5年目。長いですね。学部は4年目だけど、大学前に1年来てたから。普通に台湾の学部生と同じ授業生か、同じ試験で入るんですか？外国人枠だから、外国人の志願者と一緒の栄養入試で入る。だから、一枠が、学部が大体定員が2とか4だから、2とか4に多分4、50人が。だからまあ倍率は。倍率やばいですね。まあまあ意外とあるから。俺も2つ受けて1つ受かったって感じで、もう1個落ちたんですよ。すごい。なんで台湾に来たんですか？もともと英語がすごい好きで、アメリカもちょっとだけ留学してて、そうなんですか。それででも、もう1個言語でちゃんと勉強したいと思った時に、やっぱ中国語かなって思って、で、まあ本土行くより台湾の方がっていうのがやっぱなんかあって、
政治勉強してるからさ、あ、なるほど、中国行ったらなかなかできないから大陸はと思って、経済勉強するなら上海とかの方がいいって言われたけど、政治とかそういう系はこっち、まあ、特にこの大学が強かったから、うん、それでこの大学に選んだから、受かったから言えるけどね落ちてたら何もできなかった。日本大学は何勉強してるの？国際学、国際関係学みたいな幅広くて、文化とか経済も本当に何でもいいんですよ。でで、私は台湾の文化が一番専門にしたい分野なんですけど、うん、まだ全然何もやってないです、うん、何も入ってないし。東京の大学？こっち？あ、宇都宮？あ、そうです、そうです。お前も前、治安大学とかに来てて、政治大も毎年いますね、治安大も政治大も。結構じゃあ台湾いっぱい来てる？私は3人で、毎年多分3、4人くらい。なんか共通の知り合いそうだわ。なんかいますか、誰か覚えてますか？島袋、わかんないか。そっちの大輝だって知らない知らなかった。あ、でも学部もう離れてる。俺が1年の時に交換できる。あ、じゃあ分からないです、ね、3年、もう3年経つか。2校目くらいまでしか分かんないです。妹が宇都宮に今住んでるから。え、そうなんですか。なんだっけ、作業療法士っていう専門学校の3年で研修で栃木行ってる。だからでもこの前行こうとして結局東京で落ち合って、いや私が東京行くからみたいな言われて、まあ、別にする人はない。餃子しかないよって言われて、うん、本当に餃子と大学だけ、うん、でもまあ東京アクセス悪くはないよ。そうですね、すぐ行ける。じゃあ行ける。いただきます。出身が栃木ですよ。出身は青森です。青森、友達も全く一緒。青森から宇都宮で、で今青森のホテルで働いてるところで、結構いますね、宇都宮大学で青森出身で、本当に東北ばっかり、うん、あ、なるほど、東北の高校生が集まってくる。関東行きたいけど東京は怖いよみたいな。確かに確かに、しかも親御さん的には安心というか、ちょっと近くにいるっていう。そうなんですよ、東京まで行かれるともう戻ってこないんじゃないかみたいな。でも栃木の方が東北からのアクセス悪い。え、嘘。あ、そっか、東北とかがないし、新幹線かバスとか乗り換えなきゃいけないんですよ。意外と逆に遠い。東京の方が行きやすかったけど。僕が福岡なんですよ。出身は福岡で。あ、そうなんですか。よく言われて、一番危ないって言われてる北九州って言われてる。危ない、あの成人式めっちゃあるってる。そう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 、あれが嫌で出てきた人だから。あんな奴らと一緒にいたくねえって思ってて。本当にすごいんですか。中学まではいたね、ああいう人何人か。もうなんか高校行かないぐらいな感じだから、ちょっと受験勉強の邪魔しないでくんないかなみたいな。結構なんか騒いでるし、こうびっくりすると思う、ああいう学生あんまりいないと思うから。周りに中なんか福岡ってゼロ時間目とかがあって、高校とかは午前7時半から授業が始まる。普通学校そんな時間行かないじゃん。で、行きたくないですね。ゼロ時間目って言ってゼロから授業があって、みんな来るんですか、ちゃんと。そう、出席取られる。かわいそう。授業始まる前に塾があるみたいな。遠方から来てる人とかも朝5時半起きとかで。かわいそう。なのに別に福岡進学率そんな高いわけじゃないし、みんな行くけど多分福岡出ない。ああ、そうなんです。九州の中の私立大学とか。なるほど。行って広島ぐらい。だからなんか海外行きたいとか言い出したら、
のマングに行くと結構パラダイス。あ、行きたい。台南ですか？うん、特に台南。タカオは言ってやっぱちょっと都市だから。ああ。地下鉄があるから。今地下鉄があるのが台北タカオだけだから。やっぱ台南が一番。台南とかジャイ、カギ。ああ。とか。ちょっと旅行は不便になるけど、やっぱ美味しいものが美味しくて、なんか人情味がまだ残ってる。行ってみたい。